はい、お疲れ様です。ゾコンでーす。今回はですね、領土戦をやっていこうと思うんですけど、僕はどこに入ったかっていうと、関。関に入りました。で、一応ね、まあ、国だけは、選んだんですけど、まだ一回も回ってないので、今回が初めてです。で、まあ、どんな感じで行くかっていうと、まあ、今のパーティー、そこの使用感を確かめるというか、まあ、そういった目的でね、ちょっと、やっていこうかなと思ってます。まあ一応ね、こうやって領土戦をストックはしている段階なんですけど、まあ通常の方からね、ちょこちょこやっていけたらいいかなと思うんで、やっていこうかなと思います。まあ通常の方はね、楽々クリアできると思うんですけど、まあ強敵がね、すぐに出てきてくれると思うんで、まあ一応ね、こんな感じのパーティーで最初行きますよという感じで、まあね、これリンコとレンパ、あとは、レンボかな。そこの火力もね、ちょっと見ていきながら、パーティー編成を考えていこうかなと思ってます。まあ、元宝がね、ちょっとガシャで結構出てくれて、幸いですね。三突することができましたので、まあ、元宝はね、非常に戦力になるかなと思ってます。で、あとはね、ちょっと悩んでるのが、海志望と、あとはそうだな、陸戦かな、詩人化の陸戦が、現在、上位の皆さんが使われてる、大将というか、攻城戦の大将で、結構使われてるみたいなんですね。で、そう、どちらかをね、ま、詩人化というか、覚醒させて、ま、海岸の場合は、海岸だけど、覚醒させて使っていこうと思うんですけど、まあ、素材がなんせなくてね、ちょっとね、なのでちょっとそこを迷ってる段階なんですけど、まあでもこのパーティーだったら、まあ一応特攻武将っていうか特攻副官入れてるんですけど、六尾美のね、なんせ六尾美の必殺ゲージがマジでたまにくて、まあ六尾美は一応まあ対象技能で貢献はしてるんですけど、まあちょっと迷ってますね。大将をもっといいやつにできないかと。さて、強敵をぶち破りましょうか。はい、スタ。まあでもね、最初の方は強敵って言うても弱いのでいいんですけど、最後の方はレベル70とかになると強くなるんでね。なので、ちょっと、油断は禁物かなと思いますね。なので、パーティー間違いはしないように。この強敵を倒すときは自分の、ガチパーティーで行くことをお勧めします。なかなか火力ありますね。でもね、リンコ&レンパだとか、あとはそうだな、今ね、それこそレンパ軍3人揃ってないから、あんまりマックスな火力は出てないですけど、まあ、それこそレンパ軍3人揃ったらね、本当に火力はすごいものがあります。まあそれこそそう考えるとね、回収棒をね、あと、僕の場合はあと50個で確定で引いて、で、それから進めていくのがいいのかなとは思いますけどね。さて、カオルコーラでちょっと、工場線をストックを解放しましょうか。まあ長くなってもしゃあないんでね、今回は、上位形成1個溜まってるんで、そちらの方をちょっとやっていこうかなと思います。まあ触りでやる感じで今回は、はい、一応このメンバーでやっていこうと思います。まあ一応連覇軍3人いますよね。まあこれで連覇軍3人の技能はカウントされるのは間違いないかなと思います。よし、さてさて、今回も頑張っていこうかね。まあ基本的にね、工場戦のストックの分はしっかりストックをした後で回っていくことをお勧めします。とにかく暇な時にするようにしないといけないので、まあ仕事されてる方とかは仕事中にまあストックする感じかな。まあそれで、バン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 30分の間は周回に集中してね、やっていくといいのかなと思います。じゃあこんな感じで、まあ、それこそ、
なんだろうな、上辺甲状腺の上辺形、上辺形の対処が出たらすぐ倒すような感じ。今回猛攻なんで、司令官か、司令官が出たらすぐ倒す。で、必殺で巻き込めるんだったら巻き込んだ方がいいです。さあ、ちょっと元宝の火力を見てみましょうか。おお、まあまあいいですね。うん、まあまあ優秀でしょ。いいのかなと思います。まあそれこそリンク&連覇がもっと火力出してくれると思うんで、まあアタッカーはリンク&連覇か。まあ、あの開始棒もね、ほんと火力あるみたいなんですよ。いろんな人の動画を見せていただいたんですけど、開始棒がマジで強いみたいです。まあ、僕のこのパーティーでも良さげだけど、まあ、本当は城壁兵だとか対城だとかの攻撃力アップのアップ大の、対象とかがいいと思いますけどね。そっちの方がスムーズに進めると思いますけど。再現、まあ、あとは副官の配置ですよね。そこも用途考えてね、やっていかないかんかなと思いますね。まあコメント欄でね、それこそ、これじゃあ初心者じゃできないんですかってコメントをいただいたんですけど、まあ今回に限らずですからね、実際。まあ今回に限らず、まああの武将を今後手に入れて、城壁戦じゃない、領土戦を楽しむにはという感じで動画を作らさせてもらいました。こういった大将がいますよという感じで、まあ、実際僕も合計とか持ってませんからはい、なのでそこのとこよろしくっす。ああ、こんな感じで倒されますね。まあ兵がだんだん強くなっていくからね、しゃあないですけどね。まあ本当この雑魚兵も巻き込んでぶっ倒さないといけないですね。まあ徐々に慣れていこうかなと思います。今回の、上位甲状腺もね、上位形成もね、徐々に慣れていけばいいかなと思うんで、それでやっていきます。はい、一応発動してますね。ちょっと確認したかったんで、まあ、それこそリンコ&連覇フレンドさんも合わせても、リンコ連覇軍か、連覇軍3人揃えば、個人技能 発動します。火力やばいっすね、16万だって。まあでも耐久力かな、問題は。ここを考えないといけないね、この対策を。まあ防御力もね、上がってくれたらそれでいいとは思うけど、まあでもね、こんな感じで倒されても生き残れば、8万とか入るんで、経験値というか成績かな。なのでまあこんな感じで進めていくといいのかなと思います。はい、というところで今回は、僕が、領土戦でこの国に配置されましたよっていうのと、領土戦のパーティーをちょっと、軽く、まあ、火力も交えてこんだけ出ますよっていう感じで一例として紹介させてもらいました。はい、この動画が少しでも良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価お待ちしております。あと、まあ領土戦でね、こんなパーティー使ってるよとかいうコメントもいただけると嬉しいので、どしどしよろしくお願いします。以上です。今回もご視聴の方ありがとうございました。